オグデンは、アメリカ海軍のドック型輸送揚陸艦。オースティン級ドック型輸送揚陸艦の2番艦。カナダ人の探検家、ケガワショー、ピーター・オグデンに由来する地名を持つ、ユタ州のマチオグデンにちなんで名付けられた。オグデンは1963年2月4日に、ニューヨーク海軍造船所に適航された。1964年6月27日に浸水し、 1965年6月19日にニューヨークにおいて収益した。ノーフォークでの習熟訓練の後、オグデンは1965年10月29日にサンディエゴに到着した。太平洋艦隊と合流し、初期訓練を完了させるためである。収益1年目の年において、オグデンは1966年2月8日から4月4日、 並びに5月16日から7月7日の2回に、渡って、南ベトナムへ派遣された。海兵隊員と、その装備を、ベトナム戦線に輸送し、機当時は損傷した車両を修理のため持ち帰るのが、任務だった。2002年1月27日、オグデンは、原子力潜水艦、グリーンビルと衝突して船体に損傷を受け、燃料タンクに、 約13、46センチほどの穴を1箇所開ける事故を起こした。オグデンはイラク戦争の影響を受けて退役を延期されたが2007年2月21日に退役した。その後リムパック演習の実感標的となり、対艦ミサイルハープーンと NSM によって撃沈された。ありがとうございます。